疲れ様です。ほばなかです。ちょうどもう今お昼12時だったんで、なんかいつももうなんかお弁当屋さんとか、なんかそこの食堂とか、まあコンビニとか、まあこの辺、まあちょっと行ったらラーメン屋があんねんけど、なんかこの辺になんかちゃうもんないかなと思って、ちょっとね、スバルのサンバートラック走らせてます。なんかな、この先な、唐揚げ屋さんがあんねん。なんか金賞受賞した唐揚げ屋さんがあって、で、そこでなんか弁当売ってるみたいやねんか。ちょっと聞いて、だからちょっとそこの唐揚げ屋さんに弁当を買いに行こうかなと思います。ちょっと唐揚げを買いに行ったことはあって、ほんで、お弁当売ってるんちょっと知らんかったんでね、今からお弁当を買いに行きたいと思います。はい。そうやな、行ったついでに、なんか看板にな、金賞受賞って書いてんねやんか。これ何の金賞を取ったんかをちょっと、まあ、店長さん時間あればいろいろ聞きたいなと思います。お、なんか事故があったみたいですね。事件ですね。事故ですね。事故があったみたいですね。この先で、はい、です。ほんなら、これもうちょっと先のところですね、お店。あー、ここな、象印のなんか倉庫、物流の倉庫あんねやんか。ここ物流、この象印の倉庫な、俺昔めちゃくちゃなぶり行きとったで。めちゃくちゃ積みに来たで。もうな、朝からな、もう10時頃にみんな集まんで、もうな、もう6台から多い時とかもう10台過ぎかなぐらい集まんねんけど、そうそう、ここでよう象印積んだで。ほんでな、もう商品事故になった、ホットプレートとかいろいろなんか買った。安く。ありがとうございます。じゃあほんならね、ちょっと今ここ着いたんで、はいはい、ほんなら今日はここ大東にある唐揚げグランプリ金賞受賞したこの唐揚げ屋さん、上久、なんて読むの、博多酒造上久醤油使用のこの唐揚げ屋さんで、お弁当を買いたいと思います。唐揚げ専門店、ここはなんか大東市のこの通り、ここの通りの通り沿いにある唐揚げ屋さんです。はい、ここはな、お昼唐揚げ弁当あるみたいで550円。ちょっと弁当ね、1個買いたいと思います。4年連続金賞を取ったみたいなんだけど、これについてもちょっと詳しく聞きたいと思います。さあ、じゃあ行ってみましょう。あ、こんにちは。あ、こんにちは。すいません、お弁当買いに来ました、本舗中です。お世話になります。いや、こんにちは。店長さん。はい。店長さん。店長です。ちょっと一つお聞きしたいことあるんですけど、はい、いいですか。はい。4年連続金賞受賞したのは何を金賞受賞したんですか。今ちょっと売り切れてしまったんですけど、はい、うちの方はね、醤油のもも肉、はい、味が金賞を4年連続させていただいてます。そんな唐揚げの高いあるんですか。一応応募なんですけど、はい、まあ、そういうのが唐揚げ協会というのがありまして、はい、そうなんですか、はいはい、で表彰もちゃんと東京に行って、はいはい、もらってきて、はい、まあ、私はフランチャイズなんで、はい、あ、そうですか、はい、表彰所どこかあるんですか。あ、ここにはなくフランチャイズなんで、はい、本部の方に。あ、そうなんですね、はい、なるほど。いや、唐揚げ屋さんって結構金賞受賞多いからどこ行っても金賞受賞やから、はい、ちょっと聞きたかったんで。一番いいのは最高金賞というのがまた、最高金賞というのがあるんですか、はい、それ目指して今頑張ってます。あ、そうなんですか、はい、と、はい、いうことで最高金賞を目指してます。よろしくお願いします、はい、ここお店何年ぐらいやってるんですか。今去年の9月の12日にオープンしまして、はい、あ、そうなんですか、はい、やっと1年、はい、ね、迎えます。結構繁盛してますね。いや、もう本当にありがとうございます。だってもうバイトのおばちゃんとかみんなしてますもんね。あそこの唐揚げ美味しいよってめっちゃ言ってますもん。はい、まあ、何回か食べたことあるんですけど、そうなんですかって驚いてるんですけど、と、はい、いうことで今日は弁当買いに来ました。お昼弁当売ってるんですよね。はい、はい、こんな感じ。もうめっちゃバカ売れじゃないですか。そうですね、はい、もうね、もうちょっと早かったら12時前から強かったそうなんですか。1日何食ぐらい弁当売ってるんですか。店頭に並べるのは40食です、はい、あ、40食で、はい、はい、でも売り切れで終わりですか。
いや1時半まで11時から1時半まではランチイベントやってるので、はい、売り切れたらまた追加してと、はい、いうことで。そうですか、はい、いやここ店内も中でも食べれるんですか。はい、中でも朝11時から、はい、店頭8時で終わるんですけど、はい、お酒も飲みますんで11時まで。夜ですよ ね、はい、ね、常連のお客さんようここ座ってますよね。はい、ここ座ってますよね。はい、中さんのファンです。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ね、そう前声かけられたんですよね。はい、ということで今度は僕お弁当買ってから、あ、塩なくなってしまってる。塩すぐ作ります。え、作っておられるんですか。はい、すぐ作ります。ありがとうございます。じゃあ、はい、お願いします。はい、はい、お願いします。でもお弁当これで550円ってちょっとリーズナブルすぎません？そうですね、皆さんには言っていただけますけど、はい、まあ胸でしたら1つが大体 80g から、はい、アップ。これこんなに、はい、こんなに入って550円ですか。はい、うわもうコンビニやった、もうこんな800円いきますよ。そうですね、はい、これはなかなか高いですね。はい、業界では一番って言われてますので。あ、そうなんですか。はい、ね、8時半まで、1時半、あ、お弁当は1時半までですね。はい、550円のランチ弁当は1時半まで、1時半までさせていただいてます。はい、もうね、夜の方は8時まで弁当で、はい、中の飲食の方は11時まで。あ、ここは11時まで、はい、でもお店は8時半で閉まるんですよね。玄関は、はい、玄関は8時半で閉まるけど、それまで入ってもらったら中で、はい、ね、食事ができます。はい、結構ここね、あの本舗なったファンの人がくれる。ああ、そうなんですか。いや、わかんないです。前言えてませんでした。なんか女の人は中さん見てるって言うとったんですね。前ね、中さんの大ファンで、はい、YouTube を見てトラックドライバーになったっていう方。じゃ、そんな人おるんですか。いらっしゃったんですよ。マジですか。はい、YouTube でトラックドライバーなかなかですね。なかなかですよ。根性入ってますね。大型乗りたいと思って。そうなんですか。はい、そんな人おったんですか。はい、どこのテーブル座っとったんですか。こちらに。あ、こちらに座ってた。はい、はい、はい、こちらにね、座ったらもしかしたらドライバーになれるかもしれないですね。未経験の人もここで食べたらドライバーになれそうですね。そうですね。はい、ということでね、ここ、お店の名前は最長という、最長というんですか。はい、あ、最長さん、はい、大東市にある最長さん、皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。お昼は唐揚げ、あのお弁当とか売ってるけど、定食とかはないんですか。定食もあります。あ、中で食べれるんですね。はい、中で食べれる定食。やっぱり夜メニューになる。あ、定食は800円ぐらいするんですね。はい、中で食べれるのは。はい、な感じです。もうあれですか、1日中空いてるんですか。1日中空いてます。あ、通し営業です。こうお昼が過ぎたら閉まるとかなくて、ずっと空いてるんですか。はい、はい、じゃあ奥さん入らんでいいですか。奥さん入らんでいいですか。はい、入らんでいいですか。入れようとしたんですけどね。はい、じゃあお待ちしてます。お待ちします。お待ちしてます。はい、バイト君頑張ってます。頑張ってます。はい、じゃあ終わります。ポチッとな。あ、すいません、ありがとうございます。ございます。はい、ありがとうございます。よろしかったら猫のタレもお取りください。え、こんなんもらえるんですか。はいはい、うわ、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、よろしく。レモンかけたらさらに美味しいな。さらに美味しい。さらに挟んできますね。はい、あ、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。はい、また来ます。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、失礼します。はい、よいしょ。看板違う、ちっちゃくて、はい、ここね、ここ何の通りになるんですか。これ何の通りなんですか。何の通りなんでしょうね。向こうパチンコ屋さん何でしたっけ。あの、コスモス。コスモス、はい、コスモスのパチンコ屋さんからこっちに来てもらって、西の方ですね。西の方に来てもらって、はい、右手にあるここの唐揚げ屋さん、最長専門店ですよね。唐揚げ専門店、はい、最長さんです。大東店。大東店ということはよくにもあるんですか。はい、この近くでどこにあるんですか。本店は花店になります。あ、花店にあるんですか。はい、あ、花店、中古車買取センターのところですね。そうですね、今は、はい、もうですね。はい、いや、でもお店もなんか綺麗ですよね。まだ1年なのでね、もうキラキラで、もう金賞推しですよね。キラ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 ですよね。はい、はい。ありがとうございます。いや、こちらこそ。はい、じゃあほなちょっと味わいたいと思います。ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございます。はい。はい、ほんならトラックに帰ってきました。ということで、この大東市にある唐揚げ最長さんで唐揚げのお弁当を買ってきました。はぁ、あ、めっちゃいい匂いする。ほんならね、唐揚げ食べたいと思います。お弁当見てください。こんなに見て、めっちゃ、もうこれ4年連続金賞受賞してんねんけど、金賞受賞のさらに上があるらしいです。はい、
ということで、見てください。この唐揚げの量。唐揚げ自体は3つしかないんだけど、もうな、ちょっとした俺のグーパンぐらいの大きさありますね。はい。ということで、これをいただきたいと思います。このお弁当は、1個550円でいろんな醤油とか塩とかいろいろ売ってんねんけど、お昼1時半までお弁当売ってます。はい。もうね、ぜひ、買いに行ってください。じゃあ、いただきまーす。もう、ご飯にも、もう、ごま塩、ブリーンかかってて。いただきます。ご飯も美味しい。ほんならこれ。胸肉。いただきたいと思います。美味しそう。すごい食べやすい、優しいな、なんて言うかろう、柔らかさです。ほんで、なんかパサパサ感がなくて、すごい美味しい。もうな、この漬物がすごいいっぱい入ってんね。俺こういう漬物好きやからいっぱい入ってるからめっちゃ嬉しい。もうな、唐揚げが大きすぎて、一個でも腹いっぱいになる。この最後の一個、いきたいと思います。あ、ごちそうさまでした。めっちゃぐちゃお腹いっぱい。ということで、今日は、この、大東市にある、唐揚げ専門店、最長さんのお弁当の紹介でした。美味しかったです。ごちそうさまです。じゃあ今日は終わりたいと思います。本舗高橋さん、バイバイ。こっちとな。